2003年の読売ジャイアンツでは2003年の読売ジャイアンツの動向をまとめる。この年の読売ジャイアンツは原辰徳監督の2年目のシーズンである。このシーズンは当初から阪神が首位を独走してセリーグを制覇したため巨人は A クラス入り争いに終始したシーズンである。野主人はペタジーニを補強することによって松井秀喜が ニューヨークヤンキースに移籍したことによる得点力低下をある程度防ぎ、チーム本塁打205本はリーグ1位出た球団を圧倒した。しかし西俊久、元木大輔、安倍晋之助、清水隆幸らの主力選手が故障で戦列を離れるなど主力がなかなか揃わなかった。投手陣もエース上原浩二やルーキーキサヌキ用の 奮闘があったものの前年優勝の率役者である、桑田雅美、高橋久則、工藤君康、川原淳一がのきなみ調子を落とし、2年ぶりに防御率4点台に転落。このため阪神とのゲーム差を詰めることができず、中日やヤクルトとの A クラス争いとなりチームは3位確保が、やっとの状態でシーズンを終えた。対戦成績では中日、ヤクルトと互角だったものの、 それまで得意だった、阪神戦では河原をはじめリリーフが打たれる試合が、多く、5月31日と6月21日の、試合では1イニング10点以上を失い、7月11日には2試合連続2桁失点を、喫するなど10勝17敗1分と負け越し、阪神18年ぶり優勝のアシスト役となった。シーズン終了後現監督は辞任し、堀内恒夫が監督に就任した。 本節では、前レギュラーシーズン終了から本シーズン開幕までの入り対談について記述する。なお、対談の挙手は、スポーツ関係または芸能関係の職業に転身した場合のみを記載し、空欄は前日以外の一般職業に転身もしくは、挙手不明を示す。本節では、本シーズン開幕から本シーズン終了までの入り対談について記述する。入団対談。 ありがとうございます。